カープライス株式会社は、ロシアのモスクワにその本部を持つ、オンライン中古車取引中介業を営む企業である。ロシア国内では、モスクワ市内に18拠点、サンクトペテルブルク、カザン、ニジニノブゴロド、ボロネジなど、モスクワ以外の15都市にも車の査定をする拠点を持つ。類似の企業として、ウィーバイエニーカー、マンハイムオークションズ、ワーコフェンジノート、 焼き先輩などがある。カープライスは2014年にエドワード・グリノビッチとスカル・ハルトマンによって設立された。2015年にはワイヤード・有形による格付けで人気のヨーロッパの創業直後の企業として挙げられている。なお、カープライスはロシアの事前事業であるリニア・ジューツニーのスポンサーでもある。これまでにカープライスは3度の投資ラウンドで4600万ドルを 資金調達している。カープライスの公式ウェブサイト及びマスメディアの発表によると公募でカープライスはベアリング・ボストーク・キャピタル・パートナーズやイーベンチャーズなどのロシアやヨーロッパのベンチャーキャピタルから投資を受けた。報道によるとこの取引は2014年に始まった金融危機以降ではロシアの創業直後の技術系企業として最大の投資だった。 カープライスは今年の投資案件へのノミネートを受けている。2016年には日本にも現地法人を置いている。エドワード・グリノビチによると日本への進出は個人売買は少なく中古車販売の収益が多い日本の市場を狙ったものであるとされる。最初は杉並区上高井戸日本社を構えていたが2018年1月11日に はヶがに本社を移転している。また、カープライスは、他社のイベントを、川崎大師の自動車交通安全祈祷伝で開いた。ありがとうございます。